はい、5月の12日、はい、金曜日の朝のダチョウの見回り行きます。おはようございます。はい、みたらしちゃんです。それでは行こう。なんかピンマイクの方が二人の会話がすっきり聞こえて、いいですねって、あ、コメントがありました。そう、カバのアイコンの人、ありがとうございます。マイクやっぱりあった方がいいですね。こっちもあんまりね、声を張らなくていいしね。そうだね離れててもなんか入るのか。そう、一人音とか入ってるかもしれない。そう、たまに入ってる、うん、あのおじいちゃん対応してる声とか、うん、はい、もう開いてます。戻すのはさ、うん、軽いけどさ、うん、開けんの重いよね。そうね、雨の後はなぜかまたなんかスプレーをして軽く開けられるようにします。え、クレ55、あ、それシリコンスプレーみたいな、あのココロ君が CM やってたやつ。あ、そうそう仮面ライダーの、あれすごいよね。から1個、あ、卵がある。もう遠目からも2個もある。皆さん分かりますか、どこに卵があるか。卵を探せ。そうはいすげえ、2個もある。そうそう、おはよう。ここに2個あったってこと。そうだと思うよ。すごいな、ニワトも産んだのね。すごいね、君たち。これは14。よいしょ。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう、ダチョウくん。二つも卵が。これはサムネイルか。サムネイル入りだな。この画像を切り取ってサムネにしよう。よいしょ。はい、どっちもいいですね。はい、どっちがどっちのメスですか。それはちょっとわかんないんですよね。なるほど。そう、よいしょ。わかるのは鈴葉さんぐらいですか。あと33。まあ1匹しかいなかったらわかるか。そうね、33とシンブリと16も分かると思う。で、2個ゲット。よいしょ。目の前で産んでくれればね、あのメスがこの卵を産んだって分かるんですけど。確かに、ていうかもうそのまんまやそれで覚えられるんだけど。風が冷たい。あー、涼しいですね、今日は。天気予報で今日大阪は26度って感じ。へえ、大阪。そう、大阪なんで大阪。おはよう。おはよう、みんな元気。卵はパーってやっちゃダメよ。バイバイ、パッコちゃん。大丈夫か。よいしょ。はい、ないです。ないですね。失礼します。泣いてる誰か。まだ泣いてるのを間近で撮ったことない。あー、私は何回か撮りました。でもすぐ終わっちゃうんだよね。ごめん、おはよう。卵がない。おはよう。おはよう。おう、
まだスプラは顔がでかい。え、あ、スプラじゃねえ。まだショーンだってわかる。うんうん。あ、テニスのダメージが今足に。マジ？重たい。昨日から足が重たいんですよ。なるほど。さて、卵取りはあるか。そろそろあっちの4パドックまで見て終わりかな。おはようございます。おはようございます。卵ありがとうございます。あ、卵2つありがとうございます。芋さて、メスの方は、あ、いつもすいません、ね、これね、最近全然生まれないですね。いつもなんか申し訳ないですね。ありがとうございます。最近サボり気味です。ここ全然産んでくれません。おはよう、スラ君。あれ、わかんないです。サンはしゃがんでパタパタパタ。はい、ということで朝のダチョウ牧場見回りでした。バイバーイ。